坂本に対して、これはバットの先、センターの前、変化球を坂本捉えました。ツーアウトからランナー一塁です。6番の秋広、あっと一塁間破った、ファーストストライクを打っていきました。また難しい球を打ったですけどもね、気にしないことですよね。気にしない、はい、4番から右ならまっすぐカット、はい、左はまっすぐチェンジアップでしょうね。さあ間を抜けました。梶谷はセカンドを回ったところでストップ、長打が出ましたジャイアンツ。いい当たりだ、レフトの前、ワンバウンドヒットになった。さあセカンドランナーは3塁を回った、ボールが返ってくる、どうか、セーフだブリンソン。先ほどはスガの打球は、大きな打球は、あっとセンターオーバーになった、ツーベースヒットになりました。カットなりを丁寧に投げようっていう話しますけどもね、打ち返した、いい当たりだ、左中間の真ん真ん中破っていった。さあ門脇は3塁を回るか、3塁を回る、回る、ボールは返ってこない、坂本3打席連続、そして前の打席に続いて連続タイムリー、今日3の3、坂本が今日はジャイアンツに得点をもたらします。あの岡本に対しては第1打席もこうポジションをセンター寄りに変えて、あ、これはヒットになりそうだ、大城が打ちました。だからもう本当に打つだけではない、守備だけでもいるだけでこうチームに貢献できる、すごいいい選手ですよね、はい。